宇宙世紀 0079 スペースコロニーサイド3はジオン公国を名乗り地球連邦政府に対し独立戦争を仕掛けた。開戦当初より新型兵器モビルスーツを実用化していたジオン軍は物量での格差をはねのけ初戦を有利に展開していく。一方モビルスーツの有効性に気づいた連邦軍も直ちにモビルスーツの開発に着手。しかし技術的にはジオンを上回っていた連邦軍であったが、モビルスーツによる実戦のノウハウは完全に遅れを取っていた。そこで連邦軍はモビルスーツによる実戦でのデータ収集を目的とした部隊を設立。この特殊部隊は全世界を行動範囲とし危険な任務に就くことも多く、そのため人は彼らをモルモット部隊と呼んだ。であるから、近々ヨーロッパで開始される大規模な作戦のためにジオンの戦力を少しでも割く目的で世界各地での戦闘命令が出ている。君たちモビルスーツ特殊部隊第三小隊もその任務に従事してもらうこととなる。その作戦とは噂されていたオデッサ作戦ですか？それを知る必要はない。君たちはできるだけ多くの敵の注目を長く引きつけることが任務である。つまり陽動が目的ということですね、公園住所。そういうことだ。なるほど、我々モルモット部隊にはお似合いの任務だ。これからはモビルスーツが戦場での主役となるでしょう。だからこそ順将はあなた方に期待しているのです。特殊部隊としての自分たちの役割はよく理解しているつもりです。それでは V 作戦で試作されたモビルスーツを一機送ります。他の部隊では有効な運用方法が見出せなかった機体だそうです。それと新任の戦闘オペレーターを紹介しよう。ノエル・アンダーソン伍長です。よろしくお願いします。彼女のモビルスーツ戦術論は一級品だぞ。私が保証する。第三小隊隊長マット・ヒーリー注意だ。よろしく伍長。はい。では作戦準備に取り掛かってくれ。筆報を待っている。はっ。モルモット部隊。
機でも多くの敵を引きつけて勝負をかける。そろそろ借り入れ時だな。やらせるかよ。タンクの射程に入った。遠慮なくこれでも食らいやがれ。
Thank you.
たぞ新型。連邦のモビルスーツなど恐るるに足らん。遅い、遅すぎるぞ。早い、なんてやつだ。連邦の雑魚め、機動力の違いを思い知れ。させるか。悪いが、これで終わりにさせてもらう。運だけじゃ勝てねえってことを教えてやる。一つ手合わせ願おうか。構ってられねえんだ。さっさと片付けねえとな。